見え帰ってんね。おはよう。おはようございます。まだ眠眠にゃ。またか。なんか馬と国立に行ってる夢を見せた。天皇杯決勝ね。おはよう。ウボスナオニャ、ありがとうございます。ねえねえ、馬と公園には秘密の宝物が隠されてるって噂なにゃ。昨日も言ってたよね、なんか旅館の前って。秘密の宝物、鳥居かにゃ、箱かにゃ。鳥居が高いもん、まあいや、全くもってくらい気になるにゃ。いや、前回確かに嫌なんで、そう、そう、そう、あれ、馬が気にならないのにゃ。もしかして、高いものが気になるのは、猫だけなのかにゃ。そんなことやったわけだ。うん、なんか悲しいのにゃ。あ、熱くから、落ち込んじゃった。悲しいの、なでで。あにゃ、ちょっと元気出たにゃ。行こう。今日も元気にやっていこう。踊ってる。よし、行くぞ。で、温泉もいいかな、今回は。行くぜ。すごいゆっくりで歩くね。じゃあ、行くか。行くぞー。よし。前回左行ったから今日は右行くか。トウとも話しながらね。あとトウに教えたいんだよ。言葉を教える。で、前回メンバーの名前を教えたんですけど、肝心のグループ名を紹介しなかったんで、教えてなかったんで、グループ名をね、ちょっと教えてあげようかなと思います。入るかな。入らなさそうなんだけど。入んないね。じゃあ SP でいきましょう。エント SP プロジェクトなんですけど、 SP です。 SP は団体名かな。 SP ってどんなの。スポーツ会社なのか。スポーツだね。会社でもないか。その他かな。今 SP って好き。大好き。 SP って大人っぽい。まあメンバー大人だからね、みんな大人っぽい。にゃにゃにゃ、新しい言葉覚えちゃった。よかったね。話し切るか。そうそう、この前テレビで迫田さんマジックショーを見てたんで、国立に組織が大勢集まって幕内をしたんだって。国立で意味悪いと思うけど、もうそれにゃんにゃん。迫田さんマジックショーって面白いにゃん。迫田さんマジックショー見てみたいな。迫田さんなんかマジック好きそうだからね。見たい見たいな。俺馬頭公園来たけど、とりあえず今日はこっち行こう。新しいやつね。お、港じゃん。これは船。リアカーもあるね。あ、リアカー見るの。そうそう、リアカーって小さい子供から大人まで大人気なんだってな。子供乗れるからね。だから、そういう時は何順番待ちなきゃいけないらしいんだ。そんな人気の芋なの。どのくらい待てばいいのかにゃ。今はどのくらいまで待てる。ずっと待て、俺、待てないかな。今だってはせっかちなのにゃ。せっかちです。でも、遊ぶのに待ってたらつまんないにゃ。そうにゃ。勉強しながら待てばいいのにゃ。偉いな。偉いな。ちょっと男子になってきたにゃ。偉いな、お前。こうしゃべられんな。なぜこっち見た。何これ。何これ。
ねえねえ、これって何？知らない。わからん。なんか使うもの。漁師さんのものだよね。はい。漁師さんのものです、多分。漁師のものって何？なんだろう。漁師さんのもの。使うものかな、漁師さんが。今、漁師のものって好き？いやー、普通です。漁師のものって切なくなっちゃう？切なく、あ、でも、しばらく何時間も何日も海出るからね、切ないんじゃないですか？いやー、うな、いっぱいいっぱい覚えれば人間になれるね。分かったな。これは、調べるもの多いな、ここら辺。何これ。また物置と置いたけど。ねえねえ、これって何？箱だよ、箱。漁師さんだけど、箱にしとくか。ああ。もう覚えてて言われちゃうかな。みんな、これも箱なんだ。箱ですよ。忘れないようにしっかりと覚えないと。あ、それは知ってるにゃじゃないんだ。よかった。こっち行ける？行こうぜ。お、ドラム缶がある。あ、バス停調べようぜ。結構バスいんな。いんな。結構バス来んな。もっと少ないと思った。こうやって。バス停だよね。そうだよ。あのね、バス停のことって詳しく知らないのよ。そうなんだ。バス停って何のことなのかな？バス停はそりゃ、見るものでしょ。バス停ってどれ？そのかな。今バス停付き？最近バス乗ってないから普通ですね。バス停で胸キュン？あー、青春かもしれないな、バス停は。高校生とかね。みんなに、私と使ってくれてな。こうやってね。下は行けないのか。すごい踊ってるけど。ドラム缶見て。ドラム缶だね。錆びてんなぁ。そうそう。ドラム缶って、木より嫌いだよね。いや、木より嫌い？まあ危ないけど、嫌いではないかな。いや、おかしいにゃ。雑誌で見たんだけど、雑誌の情報を飲みにするよね、そうって。ドラム缶って難しいにゃ。ああ、へこんじゃった。ふにゃー、どうしたの？いやー、悲しいの、そっとしといて。ああ、そうか。こっちも行けて、奥にも行けるのか。奥行く、右行こう。お、ねえねえ、あのね、どうした？今、昔を思い出して、切なくなっちゃうことってある？あります。そっか。今もなんだにゃ。どうも？どうもね、昔住んでたお寿司屋さんのこと思い出すと、胸がキューってなっちゃうんだ。お寿司屋さんに住んでたんだ。へぇ。でも大丈夫。今が切なくなった時には、トウが頭ないんだで、して慰めてあげるには、トウだ。だからトウが切なくなった時は、頭ないんだでしてね、する。えへへ。かわいい。お。なんか、いい、いいだね。車が時代を感じるな。BGM になってるけど、これ屋根見るか。哀愁漂う BGM だな。屋根。あのね、あのね、屋根って見てると、ついつい鼻歌を歌っちゃうよね。鼻歌は歌たくならないし、別に。あれ違ったかにゃー、にゃー。終わりか。だからすぐへこむなって、お前。ああ、なにこれ。なんだっけ。ポールだね。そう、ポールだよね。棒を釣ったけど。あれ、棒を釣りたくなっちゃう？汚い棒を触りたくないな。汚いか知らないけど。あれ、雑誌読んだんだけど、また雑誌情報？棒を触りたくない人はクールな人が多いんだって。そうなんだ。今ちょっとかっこいいにゃ。ありがとう。トアもクールになりたいにゃ。
それポールだよ。棒つったけど、ポールで忘れてた。スモークとは忘れてた、俺は。室外機だね。ねえ、箱なの？箱とステさんが使う？室外機をステさんも使うんじゃないの？うにゃー、そんなうにゃー。箱はお寿司屋さんが使うってちゃんと覚えておくにゃ。お前はお寿司屋さん先生じゃないのか。そもそもまあいいや、車は調べられないのか。こっち行こう。お、こうオープニングのとこじゃん。タイトル画面のとこのやつですね。おお、鈴木。海だから鈴木なのかな。おお、ゆき、怖い怖いんだよ、いちいち。ねえねえ、鈴木。やあやあ、鈴木孝之。地球は太陽の周りを回っていると、お調子者が決めたわ。お調子者が決めたの？いや、そうなのね、知らなかったな。エジソンもはじめ、オブの調子者は、その通りだと言っているだろう。いや、みんなも、のしりなんだな。とにかく、地球は太陽の周りを回っているのだ。数学とはそういうものだもん。そっか、世の中には当の知らないことがいっぱいあるんだにゃ。頑張っていっぱい勉強するにゃ。ではでは、頑張ってくれたまえ。また遊んでにゃ。うにゃ。バイバイ、鈴木。あの、にっこりの顔は可愛いけどね、鈴木の。これよくなんか、かっこいい人が足乗っけてるやつでしょ？海の男が足乗っけてるやつ。乗っけていいのかわからないけど。海よ、俺の海よ。なんだろう、こうやって。でも船着き場かな？船を着けるやつだよね。船。入力早くなったでしょ、俺。船着き場。船のロープとかやって、くっつけるやつじゃん。船着き場って何？船着き場はね、使うものだね。好き？普通。船着き場って胸キュン？胸キュン？胸キュンってなんじゃないの？うみゃー、うみゃー、なんだか、キュート。クール、キュートついてんね。ファッション来ないかな。これも調べられるの？これも船着き場でしょ、でも。船着き場だね。あのね、あのね、トロ、馬と一緒に船着き場を作ってみたいんだけど、馬は船着き場の作り方知ってる？鉄でしょ。めっちゃ船の音するんだけど。知らない。あれ、馬なら知ってると思ったよ。何でもかんでも知ってると思うなよ。もしかして船着き場作りにはすごい修行が必要なのかも。今度船着き場作りの名人に特訓してもらおうかな。船着き場作りの名人。あと海くらい？これは？何今の？どう頑張って。行け、走れ、頑張れ。何してんの？何がしたいの？トロ。ねえ、今何しに行ったの？そっち。頑張って持ってきてるけど。もっと走れ！走れ！一年走れ！皇帝ダッシュだ。ねえねえ、貝拾ったね。あ、貝拾ったの？お、何見つくんの？宝物。やったー！貝なんて港に落ちてんのかな？置いとこ？メニュー観察。あ、すごい、バイオハザードみたい。へえ。捨てやしない。あ、置いとこう。せっかく塔がくれたからね。ねえねえ、貝って好き？好き。塔拾ってきてくれたから。塔が見つけたんだから時計より大切にしてほしいにゃ。分かった。それにしても羨ましいにゃ。塔も欲しいにゃ。俺のためにくれたの？かい。
そうそう、おしゃれ先取りの街、こいつだよね。貝を袋につけるファッションがあったんだって。どんなファッションやねん。今ではほとんどの高校生たちがやってるらしいにゃ。この前ワールドサッカーダイジェスト見たのにゃ。ワールドサッカーダイジェスト海外の情報だからね。それにしても貝を袋につけるなんて考えもしなかったにゃ。俺もねえよ。さすが国立感じだにゃ。国立競技場の人すごいな。じゃあ海調べるか。海だよ。おー、綺麗。綺麗ですね、海。ねえ、海っていい感じだよね。何がいい感じなんだ。でもいい感じだと思う。そうだね。そんなのにゃ、ちょっと自信がなかったから、聞いてみたにゃ。聞いてよかったにゃ。なるほど。で、こっちへ行けないのかも。一回地図見るか。地図。もうだいぶこっちの方も行きたのか。こっちはもう行けない感じっすね、多分。これピンクになってる道は何なんだ。まあいいか。帰るか。戻るよ。これはこっち。こっちも行けんの？ちょっと行こう。もっと飛ばすか。奥行けんだよね、これ。奥行くか。よしよし。お、スナック光。スナックがある。めっちゃ気になってんじゃん。めっちゃ気、めっちゃスナック光気になってんじゃん。やってんの、今。スナック光。スナック光。光お母さんがいるのかな。とね、看板見ると腹筋がキュキューってなって、なんだかドキドキしちゃうのや。どんな性癖やねん。もしかしてお腹痛いね、かったのかにゃ。それはないんじゃない。あれ違うのにゃ。うがったじゃお腹痛いじゃないと。ほ、安心したにゃ。お騒がせしましたにゃ。で、かわいいな。スナック光は入れないのかな。スナック光入れないの。入れなさそうだな。昼間だから入れないとかあるかな。こっち行ってみるか。夜また来てみたいね、スナック光。あ、室外機。ねえねえ、箱これも箱なんだ。どうやって作るか知ってる。室外機はどうつくんだろうね。知らない。もう知らないなんて。あ。もしかして、これが企業秘密って読むかな。どうなんだろう。きっとこのつく方にはすごく重要な秘密が隠されてるに違いないのにゃ。いや、知りたいにゃ。こっちも行けるから、こっち行こう。おお。路地裏じゃん、ほんとの。どうした？ねえねえ、さっきから気になってんだけど、あれって何？あれってどれ？え？どれ？あれなのにゃ、わかんないかな？わかんないよ。コスワード、コスワード言葉使わないで。すごく気になるにゃ、なんだろうにゃ。どっか行ってよ。とろ。とどこ行った。あれね、何にもなかったにゃ。は？あっち見たときは大きな漁師のものっぽいものが見えたんだけどにゃ。おかしいにゃ。え？どういうこと？なんか調べてないのある？ないよね。戻るか。とう、帰っちゃったからな。来ないんだけど、とう。とう。とう、これ。マンホール。え、とういないんだけど。とう、どうした？
トドいないんだけど。待って、どこ行った？どこ行った？トド。